皆さんこんにちは、口男と口男のマッツンです。今回はゆるキャンセカンドシーズンの2話から3話の聖地巡礼をするため、静岡県の浜松市から磐田市にかけて巡っていきたいと思います。この辺りはちょうどアニメでは冬に登場していた場所なので、同じような風景をたっぷりと堪能できる予定なので、早速聖地巡礼スタートです。寒っ、もう服着ていいっすか？おーい、パイセン、待ちました？あ、明けましておめでとうございます。まず最初にやってきた場所は奥浜名湖エリアです。この場所はなでしこのおばあちゃんの家がある場所ですよね。りんちゃんと待ち合わせた駅や、りんちゃんとなでしことあやちゃんで一緒に夜景を見に行った展望台など、いろいろと見どころのある場所なので、早速巡っていきましょう。まず最初にやってきた場所は浜名湖釈明駅です。おお、いきなりゆるキャンの上りがあるとかテンション上がりますね。この駅はお正月になでしこのおばあちゃんの家に行くときにりんちゃんと待ち合わせした場所ですよね。そうだね、やっぱりゆるキャンの聖地なだけあってアニメの再現度は高いよね。じゃあパイセン、駅に行くと面白いものを見ることができるから、とりあえず入ってみましょうよ。ちなみに浜名湖釈明駅は無人駅です。駅舎にはなんと鉄道会社とコラボしたグッズが置かれてるんですよ。そっち、ゆりかもめじゃないの？まあまあ。そして駅のホームに出ると、なんとゆりかもめは1羽もいませんでした。ああ、朝早すぎたのかな。高架下の方に集まってたからね。とはいえゆりかもめはいなくてもアニメの真似はできるので、なでしこの真似でもしときますか。独身男が一人でいじけてるようにしか見えないんだけど、せっかく電車も来たのにアニメのシーンを見ることができなくて残念だったよね。この風景を見るためにわざわざ冬の浜名湖に来たのに、気を取り直してうなぎでも食べに行きますか。というわけで、浜名湖釈明駅の目の前にはりんちゃんとなでしこが一緒にうなぎを食べたお店、うなぎ釈明があります。私たちは別のお店でうなぎを食べたんですけど、うなぎ釈明は開店前から行列ができる超人気店なので、来られる方は早い時間に来ることをおすすめします。じゃあここからはなでしこのおばあちゃんの家に向かっていくよ。なでしこのおばあちゃんの家に行くには国道362号線沿いをずっと歩いていきます。浜名湖がすぐ隣で気持ちよかったですよね。寒かったけど。歩くこと20分、なでしこのおばあちゃんの家に到着したよ。え、何もないじゃないっすか。そうなんだよ、アニメと違って空き地なんだよね。でもこの場所で間違いないはずだから、雰囲気だけでも楽しんでおこうか。こたつの中でうなぎパイ食べる予定だったのに。次にやってきた場所は3人で夜景を見に行った奥浜名湖展望公園です。だいぶ山奥にあるから来るのも一苦労でしたよね。車道がとにかく狭かったからね。じゃあ山を登っていこうか。と言っても5分も歩かないうちに展望台の建物が見えて、あ、ない。どうやら老朽化が進んでたのか撤去されてたね。どうしてだよ。悔しいんでココアでも飲みながら浜名湖を眺めて黄昏ます。なでしこたちもここでココアやカップヌードルを食べてたからね。ココアを飲みながら壮大な浜名湖の景色を見ると癒されますな。本当に黄昏れてるし、展望台から坂道を下っていくと、あやちゃんと別れた場所もしっかりありました。次は木ヶ駅です。なでしこが身延から来るときに電車の乗り換えをしていた駅っすね。この駅舎にも鉄道会社とコラボしたグッズが置かれててテンション上がりますね。ちなみに木ヶ駅は国の登録有形文化財に指定されており、井伊の赤い家紋がとても映えることで有名らしいです。乗ります、乗ります。ゆりかもめ同様に電車も来てないのに、なんかやってる独身男いるけど。聖地巡礼はいかに自分がアニメの作品に入り込むことができるかが重要ですからね。半分間違ってる気がするけど、ちなみに駅前にはなでしこが大判焼きを買っていた藤田屋さんもあります。次にやってきた場所は観山寺エリアです。観山寺はりんちゃんがなでしこのおばあちゃん家に泊まりに行くために手土産を購入するために寄ったお店、静香さんがある場所ですよね。まあ、私たちもりんちゃんと同じように静香さんでいちごのしずくを購入するために朝早く来たので、早速購入しに行きたいと思います。観山寺はゆるキャンの聖地巡礼の他に観光地としても有名な場所だよね。じゃあ観山寺の街並みを散策する前に、観山寺の入り口にあるお店、大村支店さんに入ってみようか。このお店には何かあるんですか？聖地でしたっけ？聖地ではないんだけど、ゆるキャングッズが少し置かれてるんだって。おお、確かに本当に少しだけ置かれてますね。こういうのを見るとゆるキャンが愛されてることが伝わってきて、ファンとしては嬉しいですよね。そうだね。
じゃあ観山寺の街並みを歩いてみようか。ウエス、お、この道はリンちゃんも歩きながらうなぎ酔いしてた場所ですね。アニメの作中通り、この通りには本当にうなぎのお店が多かったよね。右を向いても左を向いてもうなぎ、うなぎ、うなぎのオントレードでしたからね。そりゃあ、リンちゃんもうなぎ酔いするわけですよ。しかもアニメで登場したうなぎの看板も実際にあるから、聖地巡礼している感じがするよね。というわけでお待ちかね、静香さんに到着したよ。よっしゃ。前に来た時はイチゴのしずく食べれなかったから、今回こそ絶対に食べてやるぞ。頼む、4個でいいから俺の分を残しておいてくれ。ん？なんかお知らせがあるけど、あ。今回は残念だったけど、お店の中には晴れ着姿のフィギュアや実写のキャストさんのサインも置いてあるからファンにはたまらないお店だね。あー、イチゴのしずく買えなかった。くそ。でも、静香さんには、まあ、まだまだいろいろと和菓子がたくさん売ってたので、今回は海鮮がうぐいす餅と花びら餅、私が梅のしずくと花びら餅を買ってきたので、まあ、とりあえず花びら餅食べたいと思うので、食レポとりあえずしましょうよ。悔しいわ、でも。いやー、まさかパターンでしたね。売り切れはあるかなと思ったんですけど、いちごがね、ないからまだ作ってないわ。さすがに想像してなかったです。おお、すげえ、形がかわいい餃子みたいですね。さすがは浜松っつって。何が入ってんだろう、ちょっとわかんないんですけど、とりあえず食べてみたいと思います。いただきます。うまい。ちょっとね、一応ね、中身はこんな感じなんですけど、ふきなのかな、まあんことふきの、まあ、しょっぱさが絡み合って、まあ、普通に美味しいですね。まあ、だからいちごのしずくが食べられなくても、全然静香さんでは美味しい和菓子を食べることができるので、ぜひ観山寺に来た時は寄ってみてください。次にやってきた場所は舞坂エリアです。このエリアはりんちゃんがなでしこのおばあちゃん家に行く前に訪れたキャンプ場がある場所です。というわけで、りんちゃんの気持ちを味わいに、早速そのキャンプ場に行ってみたいと思います。やってきた場所は渚園オートキャンプ場です。りんちゃんが元旦にキャンプしに来た場所ですね。この場所も再現度が高いですね。そして、浜松を舞台にしたアニメというアニメのポスターが貼られてて、オタクの俺には最高の場所ですね。相変わらず単純だな。そういうパイセンも今日1テンション上がってたじゃないすか。そりゃあね、沼津野さんの裏総合案内所みたいな感じでいいよね。館内にもゆるキャングッズがたくさん置かれてましたからね。あやちゃんとなでしことりんちゃんのキャラパネル、あやちゃんは浜松ならではですからね。かわいいですな。パイセン、どうすか？かっこよくないすか？なんでマッツンが得意げなんだ。ちなみに誰でも無料でバイクにまたがることができます。テントの中にはリンちゃんの抱き枕、これで夜の一人キャンプも寂しくないっすね。発想が寂しいな。ゆるキャン缶バッジのガチャガチャもありますね。この缶バッジに描かれているのは漫画バージョンだったね。他にもまだまだゆるキャングッズはたくさん置かれてます。声優さんの記事の切り抜き、聖地巡礼マップ、数々のゆるキャングッズ、浜松に来たら絶対に寄っておきたい場所の一つですね。館内ではグッズの展示だけでなく、グッズを購入することもできます。グッズの種類もかなり多かったから、身延に行かなくても問題ないっすね。助かる。どっちもどっちだと思うけど。そしてりんちゃんがキャンプしたキャンプ場、キャンプされる方しか入ることができないので、風景だけで失礼します。キャンプ場のすぐ目の前にはアニメにキノキービジュアルになった渚橋もあります。中学生のなでしことあやちゃんが映ってた場所ですね。りんちゃんが原付で通った道、わざわざ新幹線が通るのを待ちましたからね。アニメとは逆だったけどね。その目の前には、こちらもりんちゃんが原付で通った弁天大橋があります。橋を渡るとりんちゃんが温泉に入っていた浜名湖弁天島ホテル海春楼があります。残念ながら今は日帰り温泉に入ることができないので、温泉に入る場合は宿泊が必要とのことです。ふう、いい湯だった。温泉には入ってないけどね。いい湯に浸かった後は浜名湖の景色でも見に行きますか。だから温泉には入ってないけどね。おお、奥の方に鳥居が見えますね。うわ、めっちゃでかい。近くまで行ってみましょうか。すると記念撮影をしろと言わんばかりにゆるキャンのモデル地と書いてある看板がありました。さらに目の前に行くとゆるキャンのメインキャラ5人パネル、最高かよ。ここはりんちゃんが元旦に日の入りを見に来た場所だからね。ここに来たら絶対にパネルの目の前で記念撮影しないとですね。俺ら以外、誰も記念撮影してなかったけどね。今はお昼時の時間帯なのでアニメ通りとはいかないけど、湖に浮かぶ鳥居が幻想的で美しいよね。ちなみにそのそばには、2023年意味わからなかったアニメ大賞の夢見る男子は現実主義者のパネルもありました。愛知が可愛いんだよな。意味わからないアニメなのに見てたの？愚問ですね。美少女キャラが出てるアニメを見逃すわけないじゃないすか。お、おう。
弁天島から海の方に向かっていくと、浜松島伊坂表浜駐車場があります。リンちゃんがお散歩しに来た場所ですね。てか、浜名大橋でか。アニメの作中では釣りしてる人が多かったけど、この日は風と波が強すぎてそれどころじゃなかったね。よし、この辺でいいかな。リンちゃんもこの辺りで本を読んでたよね。これから行く聖地について勉強しないとですからね。勉強熱心で何よりだよ。って、全然関係ないアニメの聖地巡礼マップ見てるし。次に浜名湖に来た時は、夢見る男子は現実主義者の聖地巡礼もいいですな。今回最後にやってきた場所は岩手エリアです。このエリアはりんちゃんが大晦日にソロキャンプをしに来た場所です。あとは疾平太郎が祀られている見附天神とかも近くにあるので、早速巡っていきたいと思います。よし、海見に行こう。やってきた場所は有料海洋公園オートキャンプ場です。りんちゃんが大晦日にキャンプしに来た場所ですね。残念ながらキャンプ場には入れなかったんだけど、アニメではキャンプ場の外のシーンが多いから行ってみようか。え、ピザとポトフ食べれないんですか？このためにお腹を空かせてたのに。さっき餃子の誘惑に負けてゴミ発見に寄ってたじゃん。バレましたか。キャンプ場のすぐそばにリンちゃんも歩いていた温泉施設があります。疾平太郎の置物がデフォルメされてて可愛いですね。さすがは見附天神のマスコット。この施設内にもゆるキャングッズがたくさん置かれていました。静岡はどこに行ってもゆるキャングッズがいろいろと置かれててテンション上がりますよね。しかも市の名前入りのパネルとか最高かよ。施設を抜けてくるとリンちゃんも歩いていた広場があります。海が近くにあったら海を見に行くことが山梨県民の差がですからね。広場からはアニメでも映っていた風車も見えてたよね。ということはこの近くにリンちゃんも行ってた灯台があるってことですか？そうだね。灯台までの道が工事中で行くのに苦労したけど、とりあえず灯台の近くに来ることができました。おお、近くに来ると趣がありますな。リンちゃんも灯台の前にある手すりに頬杖をついてたので、ちょっと真似してきます。頑張って。って、頬杖ついてないし。周りの草が邪魔だったので融通を利かせてや頬杖してきたんですよ。ふーん、なんか落ちたし。風があまりにも強すぎて俺の足では耐えられませんでした。足腰弱いな。せっかくだから灯台からの景色を見てリンちゃんと同じ気持ちを味わいに行きましょうよ。そうだね。おお、海が近くてめちゃくちゃ綺麗だね。これは癒される。富士山は見えなかったですけどね。それはいつものことだから。そして見附天神に到着です。途中でリンちゃんが初日の出を見に行った福出海岸に行ったんだけど、まさかの工事中だったんですよね。せっかく年末年始限定の鳥居が見れると思ったのに。まあまあ、とりあえず疾平太郎に挨拶しに行こうよ。そうっすね。早速疾平太郎の置物があるじゃないですか。かっけー。切り替え早いな。じゃあとりあえず本殿の方に行ってみようか。リンちゃんも本殿で参拝してましたからね。俺も参拝してきます。ちなみに本殿の前にはアニメでも登場した牛の置物がしっかりと置かれていました。見附天神の正式名称は柳姫神神社といって、学業成就、健康守護、安産子育て、縁結びにご利益があるそうです。よし、疾平太郎見に行きますよ。その歩き方どうにかならないの？え、りんちゃんの真似したつもりなんですけどね。とりあえずおみくじでも買いますか。じゃあせっかく見附天神にやってきたので、りんちゃんと同じように疾平みくじやってきたんですけど、ちょっとね、アニメと形は違いますね。なんかデフォルメされててめちゃくちゃ可愛い。今年初めて引いたおみくじなんで、今年1年を占う大事なおみくじだと思うので、早速開封していきたいと思います。今年を占うおみくじの結果はじゃん、十吉でした。恋愛は思い通りに行く、縁談は遅き春に吉というわけで、このおみくじの結果を信用して婚活も聖地巡礼も頑張っていきたいと思います。じゃあ疾平太郎のお墓の方に行ってみようか。待ってました。この辺の道もアニメの作中では登場していた場所だから、聖地巡礼しながら参拝できるとかファンにはたまりませんね。この目の前にあるのが、疾平太郎が祀られている神社です。そういえば、見附天神は一緒に犬を連れている参拝者の方が本当に多かったですよね。さすがは犬の御祭神が祀られてる神社。ゆるキャンの作中でも、りんちゃんがえなちゃんとちくわのことについて、メッセージのやり取りをしてたもんね。愛犬との別れは寂しいですよね。俺も昔味わったことがあるので、しっかりと疾平太郎のお墓参りをしておきます。
なんか最後にしみじみしちゃったね。よっしゃ、お墓参りも終わったことだし、最後に君倉さんで抹茶菓子食べに行きますよ。抹茶大好きだからめっちゃ楽しみにしてたんだよな。その件なんだけど、君倉さんは時間の関係上、今回はいけないよ。え？というわけで、ゆるキャンの青春で浜松編は以上となります。やっぱりゆるキャンの青春ではどの場所も最高だわ。青春でをしてやったっていう感じになりますよね。それに浜名湖周辺は観光スポットも本当に多いので、旅行ついでに合わせてゆるキャンの青春でもしてみてはいかがでしょうか。いやー、ゆるキャンの3期の放送開始が待ち遠しいですね。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。